どうも料理のにぎやぎさんですということですね、今日はまあねちょっとね今日はねもう撮影のもう佳境に入ってきまして結構なあれだったのでそろそろですねこいつに合うようなおつまみをね作ってね締めたいと思います。これからねこの立派なこいつたちを使ってものすごく美味しいやみつきメンマフウェリンギっていうですねめちゃめちゃ美味しいつまみを作っていきましょう。はい、じゃあですね調理開始していきたいと思います。僕はですね、まあ、お酒飲みながらやりますけども、皆さんはですね決して真似しないでくださいね。なぜかというと包丁を使うとき危ないからね。僕は特別な訓練を受けているのでもうこんなになってもね、包丁さばきはね抜群なんですよ。ということでやっていきたいと思います。まず立派なエリンギをアップタズにしていきます。でですね、ここ半分に切っていきますよ。はい、こんな感じで。そしたらですね、こっから、まあ、こんな感じでね、スライスしていきます。これね、すべてね、同様にやっていきます。はい、こんな感じですね。そしたら、飲んでいきます。フライパン用意してくださいね。軽くはね、中火ぐらいでいいです。今回ね、メンマ風の味付けをしていきますのでごま油は小さじ2ぐらいですね。こんぐらいかな、少し温めていきます。油が温まってきました。エリンギを投入していきます。ね、これでちょっと炒めていくんですけども、油が回り始めたなっていうところで、調味料を入れていきます。お塩小さじ4分の1です。で、味の素です。小さじ4振りぐらい、1,2,3,4 ぐらいですね。まあ、適量です。ちょっと効かせた方がおつまみとしては優秀でございます。おしょうゆです。鍋肌から入れてください。小さじ半分ぐらい、ほんとにちょろっとでいいです。これぐらいかな。いい香りが漂ってきました。で、このまま少し炒めていきます。で、いい感じ。ほんとうまいな、お前は。そしてですね、器に盛り付けていきます。そしてパンチを加えていきます。あれですね、垂らしてあげて。はい、こちらでやみつきメンマ風エリンギの完成でございます。はい、ということでね、食べていきたいと思います。いただきます。ラー油の香りがね、いただきます。うまい。もうね、つまみですね。これがあれば無敵ですよ。この味付けって本当にね、メンマと同じ味付けなんですね。で、何が違うかっていうと、エリンギの食感とメンマの食感がもう全然違うんですけども、歯ごたえがね、エリンギのはプリッとしてるんですね。メンマの方がコリッとしてる、そういうあれです。で、どっちがうまいかというと、どっちも。でもですね、このエリンギってこの量でたかだか100円ぐらいなので、ね、すごくコストパフォーマンスがいいという。で、今回はね、ブラックペッパーとラー油も使ってるので、ね、すっごくピリ辛になってます。で、これがね、何がいいかというと、こやつに合うんですよ。やっぱね、こういうのだと思うんですよね、僕の真骨頂はね。おつまみ全国のおごたみでお通しとして出してということで、ぜひ皆さんもやってみてください。ということでですね、今回のお料理美味しそうだなとかですね、やってみたいなとか思った方はぜひチャンネル登録および高評価よろしくお願いします。